大貞春ベースボールミュージアムは大貞春の功績をたたえ足跡を残す記念館である。2010年7月3日、福岡県福岡市中央区のヤフオク、ドーム内に開館した。運営は福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社が行っている。ドーム改装に伴い一旦閉館したが、2020年7月21日、ボス、 飯蔵福岡の4階に正式名称、大定春、ベースボールミュージアムサポーテッドバイリポビタン D として、再オープンした。国民栄誉賞第1号や、ホームラン記録世界一などの功績を称え、関連品の展示を行う。早稲田実業高校、読売ジャイアンツ、福岡大英ホークス、福岡ソフトバンクホークス、ワールドベースボールクラシック、日本代表と、選手、 監督として様々な野球実績を持つ大貞春を通して子どもたちに野球の素晴らしさを伝える目的で解説。年に数回野球選手 OB による野球教室なども行っている。場内では iPhone によるガイドを行っており、ユーザーは専用アプリを App Store からダウンロードして機能を活用できる。なお非所持者には iPhone の場内貸し出しも行っている。 またこのミュージアムは、ホークス記念館としての側面も持っており、2011年シーズンに日本一を獲得した際は、館内にて特別展示を実施している。入場料は大人1800円、子供900円、9歳以下は無料。福岡地区限定で以下のテレビ CM を放送。ソフトバンクモバイルの CM キャラクターである、白戸と郎が、王の代名詞である一本足打法を披露。 王本人から、君、上手だね、と、お墨付きをもらう、という内容である。ありがとうございます。